どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん、 Amazon さんで買いましたダイナソーレシーブカーを見ていきたいと思います。こちら大きなトリケラトプス、いろんなねギミックがついてるんですけど、あと、ヘリコプターに車3台がついたセットになってますね。で、箱をくるくるっと回すと後ろはこんな感じ。恐竜もねちょっと付属してるみたいで、こんな感じですね、6体の恐竜がついてるみたいです。ではね、箱から出して見ていきたいと思います。じゃ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 ーん、こうね大きいですね、やっぱり迫力あるな、このトリケラトプス。かなりメカっぽい感じになってますね。で、あとね、ヘリコプターに車で、この下にね恐竜が入ってます。あ、ちっちゃいですね恐竜は。はい、出てきました。まずはね、恐竜から見ていきたいと思います。それではね、まずはこちら青色と茶色のトリケラトプスですね。結構ちっちゃくて、でも作りはそこそこいい感じですね。で、角があってね、細かい部分もしっかり作られてる感じはしますね。机の上に置いて、アニアのね、トリケラトプスと大きさを比べるとこんな感じ。アニアと比べるとね、かなりちっちゃいですね。近くで顔を見比べるとこんな感じで、まあアニアほどね、本当に作り細かくないけど、まあそこそこね、可愛い感じに作られてますよね。次はこちらアンキロサウルスですね。背中のトゲが痛い、チクチクしますね。かなり顔はこんな感じで、ちょっとね目がおかしい目がおかしいことになってるけど、これはそんなに作り良くないですね。で、背中のところがねトゲがいっぱいあって、アニアアンキロサウルスを横にね置くとこんな感じですね。あ、ちっちゃいです。あとね、作りがね、アンキロサウルスは本当に良くないですね。トリケラトプスの方がかなり良かった気がします。次はね、なんかテカテカしてる、これねブラキオサウルスですね。すごい綺麗なグリーン色になってて、下の方は茶色ですね。顔はこんな感じ。顔はね可愛いんですよ、このブラキオサウルス。ちょっとね頭でかいかなっていう気はするんですよね。アニアのブラキオサウルスを横に置くとこんな感じ。うわ、全然違う首の長さ全然違いますね。まあ体の大きさがね違いますけど、近くで顔を見るとこんな感じです。まあそうです、あんまり変わんないですけど次はこちらオレンジ色の、これねスピノサウルスなんですよね。四足歩行のスピノサウルスです。顔はこんな感じ。結構ね頭でかいですね。頭がでかくて首短くて、あとねこの首とか体のねシワなんかは結構ね細かい作りになっててね、この辺結構すごいなっていう気はしましたね。アニアのねスピノサウルスも四足歩行なんでね、見比べるのにはちょうどいい気がするんですけど、こんな感じです。顔は長くないけど、なんとなく雰囲気は似てますね、あの顔のね。次はねこちらステゴサウルスですね。あ、いいですね、背中の板とかこの辺の作りは、あ、結構いい感じに作られてて、尻尾のところまでね綺麗に作られてますね。色はね薄い茶色に、下の方はねちょっと黄色っぽい、茶色になってて、顔はこんな感じで、アニアのねステゴサウルスと比べるとこんな感じですね。アニアのステゴサウルスと顔似てるなぁ。あの細かいところは違いますけど、結構似てますね、面白い。で、セットで入ってた恐竜最後はこちらティラノサウルスです。うわー、強烈ですねこれははい、近くで見るとこんな感じ。体のねこのボコボコした感じとかはなんかかなりリアルなんですけど、顔がやばいですね。顔がどうなってるのかよくわからないような感じになってる。これ歯があるのはねわかるんですけど、なんかねこの顔、ここ汚いですよねこの辺が汚いで、腕はね短くて可愛い感じになってて、足はねがっちりしてますよね。この辺はいい感じの気がするんですけど、あと尻尾もねちょっと長めですね。で、アニアのね、ティラノサウルスと大きさを比べるとこんな感じですね。あー、もう全然違いますねこれかなりねこのティラノサウルスの顔の作りが悪いですね。近くで見比べるとこんな感じになってて、まあ体はね本当にそんなにまあ問題ないんですけど、顔ですよね、顔がね目の位置もおかしい気がするな。いや、でも面白いですけどね、まあ十分ね遊べるような感じにはなってます。では次にね、車とヘリコプターの方を見ていきます。ではまずはねヘリコプターから見ていきますね。くるっと回すとこんな感じですね。綺麗なグリーン色に、下の方はね黒色になってて、これねプラスチックでできてるんですよね。かなり軽いです。窓の部分はスモークのかかったねクリアパーツになってて、屋根にあるブレードは2枚ですね。これねくるくる回るようになってますね。こんな感じでくるくる回ります。で、横にはプテラノドンの絵があって、結構かっこよくないですか、このマーク。かっこいいですよね。で、後ろの羽もこんな感じで回るようになってますね。いや、この辺の作りいいですね。
プラスチックなんでね、あと軽いんで、すごいね、手で持って遊びやすそうです。あとね、ちっちゃい子が持ってて落としても、こう足に当たってもね、そんなにね、痛くないんでいいですね。で、大きさなんですけど、トミカのドクターヘリとね、比べるとこんな感じで、ちょっとね、大きいんですよ。ちょっと大きいですね。横も縦もどっちも大きいって感じで、ただブレードの枚数が違うって感じですね。恐竜はね、って感じだったんですけど、このヘリコプターの作りはプラスチックですけど、そこそこ作り良かったですね。ではね、ここからは車を見ていきますね。これ浜っぽい車だなぁ。なんかね、そんな感じしないですか。で、くるっと回すね。こんな感じですね。色はね、蛍光の、黄色に、黒色の柄が入ったような感じになってますね。はい、フロントこんな感じ。これヘッドライトに、これグリルっぽい感じかな。なんかこの辺の作りは、まあ、チャッチー感じになってますね。で、ボンネットにパワーって書いてる。窓はね、さっきと同じで、スモークの入った、クリアパーツでできてて、で、ドアのところにはさっきプテラノドンだったけど、これはね、トリケラトプスのマークみたいなのが書いてますね。で、ホイールは、メッキのホイールになってて、結構おしゃれな感じのホイールだ。で、後ろですね。特にテールなんかは塗装されてないですね。で、上はちょっと派手派手カラー。これ外れたらいいのにな。外れないですよね。なんか外れそうだなって思ったんだけど、外れない。で、底面こんな感じで、タイヤはね、くるくる回るんで、手転がしで遊ぶことができます。あと、これもヘリコプターと同じで、樹脂パーツでできてるんで、かなり軽いですね。で、大きさなんですけど、トミカのハマーですね。H2 と比べると、はい、こんな感じ。横ね、同じぐらい。ちょっとトミカの方が大きいか。あんま変わんないですね。横からね、見比べるとこんな感じで、これもね、あんまり変わんないですね。ちょっととトミカのが大きいかなっていう感じですね。サイズもそこそこ大きくて、あとね、ドアのところにね、トリケラトプスの可愛い絵が描いてて、これはいいですよね。ちっちゃい子喜んでもらえそうです。次はね、こちら見ていきます。これなんだろう、スーパーパワー、なんだろうな。これ恐竜を捕まえるための、車両なんですかね。色はね、グリーンで、屋根のところにね、なんか銃みたいな、大きなね、銃みたいな、これもしかしてここネットとかが飛び出るようなやつかもしれないですよね。で、フロントこんな感じ。ヘッドライトに、ガラス部分はスモークの入ったクリアパーツですね。で、横はこんな感じで、これはね、ここに書いてるけど T-REX、 そうそう、ロゴはね、 T-REX の絵が書いてますね。で、ホイールはメッキのホイールになってて、車の形ね、結構変わってますよね。なんか特殊車両っぽい感じ出てて、で、両サイドにはね、ちょっと階段じゃないけど、スロープみたいになってるんですよね。で、反対側のサイドにも、T-REX の絵が描いてますね。で、底面ね、こんな感じです。底面も結構細かい作りになってますよね。屋根についてる大きなね、この銃みたいなの、これが何なのかすごい気になりますね。ネットとかね、飛び出るやつなんですかね、やっぱり。最後はこちら、ダイナソートランスポーターって書いた車を見ていきますね。くるくるっと回すとこんな感じで、色はね、綺麗な蛍光の黄色ですね。前はね、ヘッドライトが黒色になっててちょっと変わってる。あとガラス類は、スモークの入った、クリアパーツになってて、横はこんな感じですね。ダイナソートランスポーターって書いてて、ドアのところにはブラキオサウルスのロゴみたいな絵が書いてあって、ホイールはね、メッキ仕様になってますね。で、くるっと回して、後ろはこんな感じで、バックドアね、ここあるんですけど、開閉したりはしないみたいですね。で、反対側のサイドで、屋根には黄色のランプがついてますね。ワンボックスということで、結構大きいんですけど、なんだろうこれ、シートがないんです、中。どうやって運転するんだろうっていう気はするんですけど、まあ、この辺の作りはね、まあ、適当な感じになってましたね。では最後、こちらですね。トリケラトプス。でかいっす。これをね、見ていきたいと思います。まずね、どれぐらい大きいのかというと、アニアのね、トリケラトプスを横に置くとこんな感じでね、かなり大きいですよね。かなり大きいです。で、以前ね、ご紹介しました、マテルのトリケラトプス、サウンドが鳴るやつなんですけど、そこそこ大きいんですけど、それと比べても、かなりね、大きくなってます。では、まずはね、くるっと回すとね、こんな感じになってて、いや、かっこいいですね、このトリケラトプス。いい感じになってます。色はね、蛍光の、グリーンに、首あたりのこのね、フリル、襟飾りと、あとね、尻尾のところが、これね、ネズミ色になってますね。顔ね、近くで見るとこんな感じ。結構ね、迫力のある顔になってて、角もね、3本あります。かっこいいですね、これ。かなりね、メカっぽい感じになってるんですよね。で、体ね、背中のところには、これ手で持つところがついてて、
ちょっとね、大人だと指が入りにくいけど、そこそこね、大きいんで、子供だったらね、持ちやすいと思います。で、首のね、上の部分にはこれ穴ポコがあるんで、ここから車をね、走らせることができるようになってそうですね。バカッと開けると、こんな感じですね。いや、かっこいいですね、いいですね。どんな感じで走るんだろう。いや、これ後でやりたいと思います。うわ、楽しみ。で、体なんですけど、こっちはね、透明の扉みたいなのがあるんですけど、パカッと開けると、この中に、恐竜とかね、あと車を、収納することができるようになってますね。パチッとね、ロックもするんで、中からね、飛び出てきたりはしなさそうですね。で、くるっと回して、反対側は扉はないですね。で、最後に尻尾ですね。は、上下に動いて、あと尻尾の下、ここね、パカッと開くんで、で、ここからね、車を出し入れすることもできそうです。で、足なんですけど、足底にはなんとね、これタイヤ、車輪みたいなのがついてて、手転がしでね、遊ぶことができるようになってる。これすごくないですか、これね。いや、めちゃめちゃ楽しい。はい、こんな感じのね、かなりギミックがいっぱいついたかっこいいね、トリケラトプス。早速ね、ちょっと遊んでいきたいと思います。まずはね、簡単なのからいきますね。こうパカッと扉を開けて、ここにね、車なんかを、こんな感じで収納することができるようになってます。当然ついてた恐竜もね、セットすることができますね。恐竜はちっちゃいんで、余裕で、まあ、全部入っちゃいますね、これ。まあ、ちなみに、アニアもちょっと入れてみますね。アニア入れると、アニアもいけるかな？あ、いけそうだ。スピノサウルスも全然余裕で入ります。で、アンキロサウルスを入れて、ステゴサウルス入るかな？ちょっとギュウギュウだけど、入りそうですね。では、尻尾の下のこのスロープを開けて、こう中からね、走らせてもいいですし、いきますね。せーの、よいしょ。ははは。もうちょっとこのね、ここのスロープ長くした方がいいですね。ちょっと浮いてるし、ちょっと落ちちゃう感じになってるんで。でこの辺の作りはちょっと雑だけど面白い。あとは逆で、この外からね、中に入れたりすることもできるようになってますね。では次はね、口をパカッと開けて、これもね、下浮いてるんで、バチってここ当たっちゃいそう。車をね、ここからね、走らせたいと思います。うわ、このハマーっぽい車、ギリギリですね、横幅。さあ、では行きますね。せーの、よいしょ。まあまあ、こんな感じですよね。このね、スロープの角度も急だし、ここ浮いてるしね。まあ、こんな感じで車転んじゃいますよね。はい、次はね、こちらの車行きますね。せーの、よいしょ。おー。はい、次はね、こちらですね。行きます。せーの、よいしょ。おあ、食べられた感じになっちゃった。これ面白い。今度はね、上から見ていきますね。行きますね。せーの、よいしょ。お、成功した。たまたまかな、さっき転がったの。行きますね。せーの、よいしょ。あ、引っかかっちゃった。で、最後ね、食べられちゃった、こちらのトランスポーター行きますね。せーの、よいしょ。おー。今度食べられなかった。あ、このね、スロープね、結構面白いです。はい、今回は Amazon さんで買いました、ダイナソーレシーブカーをご紹介しました。ちっちゃい恐竜にね、あと車にヘリコプター。で、ギミックがいっぱいついた、かっこいいね。トリケラトプスのセットのおもちゃ。いや、これね、本当にね、楽しめましたね。値段の方も2000円ちょっとと結構安くて、セットのね、恐竜車以外の、ミニカーに、あと恐竜のフィギュアなんかをね、収納することもできるんで、すごいね、便利なおもちゃになってました。またね、気になった方はぜひね、よかったらチェックしてみてください。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッター、インスタもやってますんで、よろしかったらフォローよろしくお願いします。それでは、さよなら。